どうもボビーアートレザーのボビーです、ねボビーアートレザーのアトリエからライブでお届けしております、今日は12月の29日ね肉の日ねもう今年最後の29日ですかねの火曜日ですね、119回目のライブ配信になりますねねもう皆さんいかがでしょうかね大掃除とかねされてるんかな、うん、それかまあ今日が仕事の締めっていうかねそれで、バタッとしてるかお片付けねビシッとこうされてるかなんかそういう一日なような気がしますね。それかまあね旅行かまあ旅行はねあれかもしれませんけどうん。ね、本当に今年はいろいろね、激動の1年でしたね、うん、新しいなんか感じになります。まあまあそれでまあいろいろ考えて、ちょっと今日も思考をですね変えて、配信してみました。まあ僕のプロフィールはね、上の方に、こう流れてますんでね、読んでみてください。まあ、スマホの方はちょっとねスマホ縦で見られてる方はちょっとご覧いただくにはちょっと小さい字なんでねあれですけど、まあ PC からねご覧の方とかタブレットとかでねご覧の方はですね、僕はどんな人なんやろなって感じで、ご覧いただければなと思います。まあ今までは下にね載せたんですけどね、うん、ちょっといろいろ操作をね少しずつですけどチューンアップしてますんでね、うん、はい。で今日のテーマはこれラッキーアイテムを意識するきっかけね、それについてお話ししようと思いますね。あ馬場君毎度、今年も終わりやね。ねほんま早いな。ほんまに会津じしょっちゅう会おうかなと思ったけど会津じまいやったね。うん。ねコメントくれてる馬場君ですね。馬場健次郎君でね、ピアニストのですねピアノマンかなピアノ弾き語りで、洋楽邦楽問わずね、何でもこなす、AOR のジャンルかなアダルトコンテンポラリーなんかそういうね、おしゃれな曲をね、歌ってるわけですよ。もうここ僕が出会ったのは10代終わりの頃ですね、うん、そこから長い付き合いですね、ずっと音楽の道をですね、突き進んでる彼の生き様がそのまま音楽になってねその音色というか歌を通してですね、それが伝わるっていうのがやっぱこう年を重ねるごとに良くなっていくというか深みを増すというか、うん、ほんまに、そういう風な感じで僕もレーザーと向き合っていきたいなって、彼を見ながらですね彼の活動を彼の音楽を通じてですね、僕は思いますね。ラッキーアイテムを作る意識をきっかけね、まあそれもまあその健次郎君にもね、まあちょっと関係する人も現れますけどね、ラッキーアイテムを意識するきっかけっていうのがねあるんですけども、まあボビーアートレーザーって言ったらこう革紐をですね、切ってですねミシンとか機械使わずにですね、こんな感じで、ねかがっていくわけですよ革紐を。そういう機械でできないというかもう手仕事でしかできないね、ものっていうかそこのまあ60年代70年代のヒッピーカルチャーのねロックカルチャーのなんていうんですかそれを影響を受けてですね、それを継承しているというか、まあ、自分でね日本人の僕ですけどね。でまあそれで、まあいろんな方には知っていただいているようなこれからね出会う方もそれをきっかけにっていうことが多いと思うんですけどね、そんな中でもですね、まあたまにね自分の中でやっぱりラッキーアイテムっていうのを意識するようなことをね、いつも思ってはいるんですけども、きっかけとなったのがですね、最近これねちょっとこのアイテムを久しぶりに制作させてもらったんですけども、これカードケースですね、名刺入れです、うん、まあ僕の私物はこれですね。映ってるかな。これ、まあこういう感じかな。ワニのね、ワニと、まあこの辺はまあステッチ入れてますけども、ハンドステッチで。で、まああとはもうミシンじゃなしに、手縫いで、こうね、太い糸にですね、ローをですね、こうなすってっていうかね、練り込んでっていうか、それをですね、2本の針を刺して穴を通しながらですね、まあハンドメイドで作ってるもんですけども、まあこのね名刺入れね、まあ、最近、大切な人へのクリスマスプレゼントとしてですね、遠いところからですね、オーダーいただいたんですよね。すごく手紙心温まるようなねお便りもいただきまして、本当に、僕にとってはそのメッセージがすごく最高のプレゼントに、クリスマスプレゼントになりましたね。まあその名刺入れをね、一時期すごく制作する時期があったんですよね。何年前かな。お、森本君こんにちは。今年の放送はいつまでですか？最後はボビーさんの歌声が聞きたいです。あ、なるほどなるほど。明日そうしようかな、明日ね。まあね、まあ、音楽やっぱこう音楽っていうのがコンセプトにもなってますからね。ロックね、何か僕の中でロックの部分を表したいなっていうのがレーザーやったんで、実際自分ができるのはもうアコースティックでね、ポロロンと歌うような感じでね、なんかこういろんな角度があるんですけども、いいですね。でまあこの名刺入れをですね、当時、いろんな方がね、制作依頼をくださいましてね、まあ、いろんなジャンルですよ。お医者さん、起業家の方、まあどっかの社長さんとか、あとなんかクリエイターの方とかですね、なんかまあね個人事業主の方とか、たくさんね、制作させていただきました。もうやっぱこう当時そのね交流会っていうのが結構あったみたいでね、そういう世界があるのも僕も知らなかったんですけど、いろんな人とったら名刺交換をするわけじゃないですか。そこでね、お仕事がつながったりとか縁がつながったりとかするわけですね。でそういう姿を見ててね、やっぱ名刺一つにねいろんな運命がかかってるんやなっていうのが重みっていうかね、それをすごい感じたんですね。で当時ね、でじゃあ名刺のビッグブルームを作ろうと思ってですね、なんかほら10枚20枚ぐらいとか入るようなのはカードケースがよくあるじゃないですか。なんかピッと手切れるような、そうじゃなしにねもうぎょうさん入るようなやつねにしようと思ってね。でまあそれで制作させてもらって、やっぱり今もう本当にみんなね、ここもあれからもう何年も経つんですけど、やっぱりね皆さんね活躍されてる方が多いですね、後に。やっぱりそので僕もそうですけど、なんかこう新しいものを買った時とか、まあ、楽器でも何でもそうですよ、まあ、こういう機材でも、ね、こういうカメラでもそうですけども、なんかねこうそれがねきっかけになったりとかしてですね、なんかこう運が向いてきたなっていう気持ちになる時が多いんですね。僕は割とそういうふうなことも多かったんで、たったね一言の言葉でですね、元気が出て、なんか夢や希望がこうブワーッとつながったりとかね、したことが多かったし、まあ、やっぱその言葉とかもの一つでシュンとしたりすることももちろんありますけども、数えてみたらやっぱそういうふうな出会いとかそのチャンスとかそういうふうなのがすごく多かったですね。なんか自分がボビー・アトレーザーが手掛けるものは、せめてボビー・アトレーザーが手掛けるものはなんかこうラッキーアイテムっていうか、これ持っててよかったなって、なんかそっからなんかええことあったなって思えるような、活躍できるような、そういうものをですね、せっかく出たらこの手で生み出したいなって、思うように意識するようになりましたね。そこから、まあ、そのきっかけがまあこういうね、名刺入れですね。はい、まあ今日はですね、なんかそういうことを語らせてもらいました。あ、我が軍、あ、僕も俺も愛用させてもらってるでね、ほんまにいろいろありがとうね。ね、使ってくれても、最初さ、もうなんていうの、まあ、ボビー・アトレザーっていう名前をどうしようかなっていうぐらいの時に、英語サイズのね手帳カバーちょっと持ってくるわね。僕のはこれ英語サイズのね、もうずっとシステム手帳かな、これですよ。もう10年以上使ってるから、もういい感じで、テリテリになってますけどね。なんか言葉聞こえてないかな、なんかテリテリになってますね。もうね、もうパソコンとかはさ、型落ちになってきたら、もうほら、もう買い替えない感じするけど、こういうのはね、やっぱりこう残るし、味わい深く、ね、育ってくれるからね、うん、これは一番、ね、ね、それを最初に、ね、オーダーしてくれたんが僕やって、ね、システム手帳は英語サイズやったら、譜面が英語サイズやったっけとかね、そんな入れれるから言うんで。でやっぱりその英語サイズってでかいかなと思って、まあ、実際まあもう大きいっちゃ大きいけど、ただ収納力っていうか、やっぱり大体プリントモールでも A4 とかが多いやん。でそういうのはもう折ってしまい込めるし、ちょうどええんよね。うん、でまあこれは馬の皮で、ここだけワニよね、うん、で使ってるけどね、こうした方が見えるかな。でね、2代目はね、あ、2つあるもんね。うん、でやっぱそれからね、こうカバー、システム手帳っているなぁ思って、うん、やっぱりこうはがきとか DM とかいろんなものもらった時とかに、やっぱここに大事なものが挟んでます。ここの中に、大概、いろんなお金振り込まないかもんとか、なんかね、いろんなもんここに全部、もういろんなもんここに全部集約してますね。ね、紙媒体でしかないもんであるやん。いろんな人の大切な手紙もこの中に入ってます、記念な写真とかもねこの中に入れてますね。さすがにね、持ち歩く機会は減ったけど、うん、まあね、これはもう作ってよかったなって、思える。ひょっとしたら一番思えるようなもんかもしれないね、意外にシステム手帳。うん、もうほんまにこれは大事なものですね。まあ今スケジュールとかは正直、スマホとかでね予定入れたりしないけど、うん、なんかこう紙整理する時はまあ大体これがええね。うん。あ、半分 A4 の半分が英語やね。そうそう A4。A4 の紙にほらいろんな書くやん。でそれをバインダーパチンと留めてでこれに入れてね、ちょっと2つ折りにしたらええ感じになるからね。うん、なんかもう大事なもんだいたい、うん、名刺もいろいろ入ってますねこの中にね。うん、まあそんな感じで、ね、ラッキーアイテムになってるかもしれません。やっぱりその、まあ、今ほら年末やん。でたまにこう磨いてあげるもいいかもしれませんね。靴磨きもそうやし、レザーのものをね、もう一回触るっていう、皮を触るって、元はね生きてたものですからね。うん、だからそれをもう一回ほこりを取ってあげて、オイルを入れてあげてね、ピカピカにね、なんていうの、使い込んでいったらもう一回磨いた時に深みを増して、いい経年変化起こるからね、うん、ええかな思いますね。うん、レザーはやっぱり僕もこれもう10年以上、10年とは言わんな、もっとやね、ずっと傍らに置いてますけどね。あとはついでやけどロールバーンのこれかな、うん、手帳、ロールバーンのノートをですね、手帳にして、まあ、ここにいろいろ僕が好きなフレーズとか言葉とかをねこの中に入れて、ある種言葉のお守りかな、そういう感じでね、いろいろな人から聞いた話とかをどっかで見つけた本のフレーズとかを一時本わーっと見られへんから、その時にこう、ね、書き留めて、あとこうなんかいろいろボロボロになってますけどね、いろんな方のねクレドとかをね入れたり、これなんかパスも入ってますけどね、それをたまにね、見るわけですよ。で大体、どっか行ってる間にね、時間のある時に、そのフレーズをねパラパラ見ながらね、いろんなこと考えるんですね。そんな感じで、本当レーザーのね、を通じて、僕はレーザーを通じてですけど、ラッキーアイテム、そういうものを作っていきたいなという意識するきっかけとなったのがこの名刺入れでしたね。名刺のVIPルームね、それでした。だけど今後今年から特にそうですけど、名刺を配るっていうか名刺交換をするいうことがレアなケースになりますよね。なかなかほらリモートとかそういう風になってくるでしょ。だからもうオンライン上のものになってくるじゃないですか。だからなおさら紙媒体っていうのが貴重になってくるような気がするし、やっぱりすごく大事なことの名刺交換一つがねすごく大事なことにこの先なっていくんかなって思いますね。そんな感じがします。それではまた明日もね、お会いしましょう。明日は皆さん大掃除かなんかの、それこそ大掃除とかね、それからちょっとゆっくりする時間かもしれませんしね、僕アトリエはですね大掃除いうかぐちゃっとなってますけどね、制作のものをやってる最中なんで、このスタジオの隣っていうか横っていうかこの真横はえらいこっちゃの感じですけどね。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ。